Japan is one of the most technologically advanced and energy efficient nations in the world. That happens when you have 125 million people and almost no natural resources. With rising concerns over global warming, Japan is now looking to use its high-tech savvy to develop new sources of clean energy. NHK World reporter Ginger Vaughn has more. Nice to meet you. Keio University professor Yoshiyasu Takafuji is looking for power in the most unlikely places. The difference in temperature between hot or cold objects and the surrounding air can produce, he says, enough power to drive small electrical devices. Look at that, just from temperature difference. Just the hot onigiri. Is a kind of rice ball top of the device. Yeah. Ooh, it's hot. Ah. The reaction's really quick. Yeah. That means the temperature difference is bigger. So the movement of the propeller, the reaction time's a lot faster, it seems, from this heated rice ball compared to the ice. That's right. That's caused by the bigger temperature difference. East Japan Railways has tapped into one readily available source, its customers. The company has installed an unobtrusive device in the floor of Tokyo Station that generates electricity from vibrations caused by people walking above it. The firm hopes the experimental system can be used to power automatic ticket gates and electric bulletin boards. Since helping usher in the Kyoto Protocol in 1997, Japan has been at the forefront of efforts to clean up the global environment. While many of its new clean energy initiatives are small scale, researchers are hopeful that innovative ideas will lead to a pollution-free and energy-efficient future. Ginger Vaughn, NHK World, Tokyo. マイク音声をちょっと落としてもらえますか。今何やってるかと言いますと、今あの流行りの iPhone に僕のあのスピーカーをつけてるんですけども、先ほどあのちょっと虫の話が出ましたけど、実はですねこれ虫の原理でできてまして、スズムシコオロギっていうのがあります。でスズムシっていうのは実はですね特殊な音の出し方をするんですよ。でどういう出し方をするかっていったら、オスが羽にですねストレスをかけながらこすり合わせるんですね。で普通の虫は羽は飛ぶためにありますけど、あれは音を出すためなんです。メスを呼ぶため。で何がどう違うかというと、ちょっともう一回やりますけど、僕が向けてる方にあの耳をちょっと閉じてもらうと分かるんです。耳を閉じます。耳を。僕は向けてる方にだけです。ちょっと少し気づかれたかもしれませんけど、実は耳を閉じても聞こえるんですよ。で、ですね、もう少し分かりやすいやつを、それこそあの虫の声でコオロギちょっとやってみますけど、
で、この音って実は100メートル先まで飛ぶんです。もっと飛ぶんですね。300メートルとか。特に皆さんが耳を閉じて聞こえるってことは、耳が遠い人、軽度の難聴の人だったらば補聴器を外して聞こえるんです。だから僕 の, あの研究室に来るとおじいさん の, あの研究者がいますから、補聴器外してる先生がいて、ちょっと外したら先生どうですかって外して聞こえるともう涙出します、ポロッと。ですからまず一つ皆さんにしておき置いてもらいたいのはですね、音すらもう人間まだ分かってないです。音一つとっても、つまり音がどういうふうに飛んでるかっていうのすら実は分かってないんですよ。でこの音は不思議で、例えば向こうの大きいスピーカーありますけど、あれが鳴ってても聞こえます、はい、でちょっと いろいろ実験したいと思うんですけど、まずはですね、不思議などういう音かというと、まずですね、あの普通は音っていうのは物にぶつかると反射します。ですからこういうホールの場合は反射して音を大きくすればするほどワーワーになってくるんですね。これはっていうとほとんど聞こえません、反射音が。だから気持ち悪い感じになります。で今日ちょっと実験をしたいんで、一つだけ面白いやつがありまして、どちらかというとですから、これは今アンプを使ってませんから、こうイヤフォンの音なんですね。ですからだいたい100メートルまで飛ぶって言ったら、そんなバカなって言われるわけですけど、音はちっちゃいんですよ。僕が今ずっと言ったように近くも遠い方もそんなに変わらないぐらいですから、音の減衰っていうのは通常距離が2倍になると 6dB って言いまして、急激に落ちていくんですね。とこれはですね、 3dB よりも減衰が小さい。まあ数字を言ってもよくわからないと思いますけど、簡単に言うとですね、海岸に行って、例えば湘南の茅ヶ崎の海岸に行ってこうやってやると300メートル先以上まで聞こえます。でしかもざわついてる海の音がありますけど、そんな関係なく聞こえるんですね。で今日1個もう1個実験したいのはですね、この音はですね、あの電波のような性質を持ってるんですよ。俗に言うとソリトン波的な、はい、ソリトン波ってのはどういうことかと言いますと、横波で、横波ってどういう性質があるかっていう、皆さんが今使っている携帯の電波で、電波の特徴ってどうなってます？だから少しずれてると電波拾えないんですね。だから電波には強い弱いって腹と節が出てくるんですね。でこれはですね、実は腹と節がそのまま出てきます。ですから今から3150Hz の非常にいやらしい音ですけど、で皆さんがですね、立ったり座ったりちょっと体を動かせば3次元空間にハート節を作りますから、ちょっとこう体験してもらって、これパブリックでやるの初めてなんですよ、はい、限られた人には見せるんですけど、これは初めてなんですけど、ですね、じゃあちょっと、はい、じゃあちょっとやります、ね、嫌な音ですけど、ちょっと動いてください。聞こえますか？ピロピロっと。強い弱いが出てくるんじゃないですか？強い弱い。気がつきます？気がつきます？これです。つまりですね、ハート節が出ながらどん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 遠くまで行くんですよ。で、まあ、結論から言うと、そのノイジーな場所で聞こえるスピーカーで、でおそらく皆さんがもうすぐあと 1,2 年したら普通に空港とかで、なんか最近違うよね、なんかアテンションプリーズとこう、あの音がこうエコーが出ますけど、あれが普通にクリアにお姉さんがそこにいるような声がこれから聞こえますので、まあ、楽しみにして、はい、名前はまだついてないんですよ、これコオロギスピーカーもちょっと違うのですから、ちょっと違うと思うんですけども、はい、で最初にちょっとあのビデオでありましたけど、ちょっと暗くしてくれる？光を。
湯川発電ってのは JR 東日本で人が通ると電気を起こすってやつ、僕は発明者で、昨年実はパテントが成立しまして、今年から JR 東からお金をもらうことになってました。楽しみにしてるんですけど、最初 のスピーカー言ってましたけど、あんまりお金期待しない方がいいんですよ。大体そんな儲けたことありません。僕の最大の一番の発明は、皆さん携帯にカメラついてる人手を挙げて。はい、私が発明者です。意外と知らないんですよ。全く知られてないですよ。なぜ知られてないかというと、発明にはいろんな種類があって、これは公開したんですよ。つまり誰でも使っていいよって、はい、ですから世界で最初に作った携帯にカメラがついたやつは実は三菱電機が作ったんです。それは僕が三菱電機にこういうのしたらどうみたいな感じで、軽い気持ちです。そんなそのブームになるとか。で、同じようなやつで、人が、駅にはたくさんいますから、エネルギーを電気に変えようっていうんで、これちょっと似たような感じですけど、多分こうチカチカしてる見えると思うんですけど、はい、ですごいメールが来まして、その東京駅に実験してる時に僕のところにメールが来て、なんかお宅のね、試作でやってる JR のあそこを通るとエネルギーを抜かれるんじゃないかみたいな。もうまるで昔写真を撮ったら魂、いや本当に真面目に、はい、確かにエネルギー抜かれてるんですよ実は。ほんのちょっぴりですけど、はい、で今日はですね、今日早く来てくれって言いまして言われたんで早く来たんですけど、今日はですねちょっとこれ氷を用意してきて、家から今日7時半に家をです、ね、出るときに氷を入れてきました。こっち氷ですね。でこっちスタッフが用意してくれたやつで、まず実験したいのですね、まだいいよ。でこれが7時半、今日の朝の7時半ですけど、もう10時間ぐらい経ってます。お湯ですよ。で多分もうぬるま湯になってると思うんですけど、こう開けます。もういいお湯だみたいな、ちょっと弱い感じ。熱湯だと最高なんですけど、で熱湯も用意してるんで、まずは僕が持ってきた朝7時半もう10時間経ったお湯と氷水ですね。今から水を入れます。これ水かな本当。いやよくなんか違うものが入ってるんじゃないかってよく言われるんで、後で気持ち悪くなりますけど、あ嘘です。はい、でちょっと手伝ってもらいたいんですけど、これ全部カスタムメイドなんですよ。お金ありませんから、発明っていうのはお金じゃないんですよ。で僕はアメリカに13年いまして、企業の衰退っていうのを見てきてるんですね、13年間。だから永住権も持ってました。何が分かったかというと、一つはですね、お金、政府がたくさんお金を投入した産業は潰れてるんですよ全部。だから潰したいんだったらお金を入れたらっていう。だから本当に日本政府が何かの産業を作りたいんだったら、そこにお金をやっちゃダメなんですよ。自分でやる元気がないとダメなんですね。結局なんで潰れたかと、例えばスーパーコンピューターの会社が100社以上できたんですね、アメリカに。全部潰れました。全社何兆円入れたんですよ、何兆円もお金、全社潰れました。つまりお金をもらわないといけない体になるからなんですね、はい、でこれは僕は手作りで作ってますから、もうすごいあれですけど、これは発電装置です。で僕が持ってる中では一番良い発電装置で、これは普通の地下水とお湯で発電するやつで、実は先週熱海の、プレスリリースがあった時にプレスを集めて発表に使ったやつがこれなんですけど、これはなんとですね、4センチ4センチのゼーベック素子っていうのを使ってまして、ゼーベック素子って何かというと、
今から190年前にゼーベックさんという人がいたんですけど、この人が偶然ゼーベック効果というのを発見したんですね。つまりこれどういうのかというと、温度差を与えると電気が起きるっていう、まあ、そういう、これ190年前です。じゃあ今までなんでその発電装置がないかというと、まあ、大体興味がないんですね。一つはその専門の人たちが実は興味もないんですよ。で、先ほど僕見せました音、僕は音の専門家でも何でもありません。僕はコンピューターサイエンス、バリバリのコンピューターサイエンス、セキュリティが専門です。はい、学生の時からあの暗号装置とか作ってました。はい、ハッカーですよ。プロのハッカーです。ハッカーというとなんか悪いイメージですけど、ハッキングというのは物事を深く調査するっていう、調べるっていう。クラッキングというのは悪さをする連中ですから、ハッカーです。で、今用意してますから、もうちょっとさらにぬるくなったかもしれませんけど、ちょっとこれ持ってくれるかな。でちょっと一回暗くしてもらって、はい。でここに持ってきてるのが LED、 これ僕は自家製の LED で、3ワットの LED を3個で、1個の3ワットの LED は200ルーメンだから、333で9ワット、はい、ですから600ルーメンですけど、まずもう本当にお湯みたいにぬるくなって、これはちょっとダメかもしれませんけど、まずは自分のやつで、まあそういうこともありまして、ちょっと待ってください。でこれで本当にもうぬるま湯です。どうなるかは知りませんけど、お、来ましたね。ちょっともう本当にぬるま湯ですよ。もう情けないぐらい、もういいお湯だよりもちょっとなんか40度を切ってるんじゃないかっていうぐらい、まあ、それでもちょっと頑張ってる。ですからこれ10時間経っても、まあ、これ5ワット出てるかどうかは分かりませんけど、3ワットぐらいは出てる感じですね。はい、もう10時間経って、だからこれだから僕は電池を持ってきたもんですね。でこれ温度差があればずっと発電し続けるんですよ。で今僕が作ってるやつは、ここで言うとそのもうちょっといいやつで、これで20ワット、ほぼこれと同じような大きさで20ワットずっと出続けます。はい、でもう一個はろうそくで、ろうそく1本で、40ワット。でもう一個ちょっと大きいやつで160ワット。だからそれを多分見せたら世界中が多分びっくりするだろうな。で僕何回も言いますけど素人なんですよ。でなんで素人がプロを上回るかというと、あの要するにですね、前知識がないんですよ。もう全くこだわりません。もうどんな技術でも使おうとするんです。ところが専門家っていうのはこんな感じなんですよ。実は僕先ほどの講演ありましたニューラルネットワーク、僕初代の IEEE のトランザクションエディターなんです。ニューラルネットワークの初代のエディターなんです。で同じ人だとみんな思ってないですよ。全くあれ違う人だね。いや実は同じ人なんですけど、はい。でまだ光ってますけど、ちょっと一番じゃあ熱いやつでやってみますんで、でお湯を入れてくれ、はい、はい。じゃあちょっと一回抜いて、はい、じゃあお湯を入れて、これちょっとそんな変わんないかもしれませんけど、まあ、ちょっと明るそうな感じです、はい。これはですね、100度あれば、100度温度差があれば10ワット、はい、だからこれちょうど半分ぐらい、結構眩しいですよね。ちょっとじゃあスライドあんまり今日見せようかなとは思ってなかったんですけど、あの2個だけ自慢させてもらいたいんですけど、実はあの上海万博ってあんまり最近あのマスコミはあんまり出ませんでしたけど、実は日本館で
人気があったイベントがあるんですよ。タラーンです。これ結構人気があって、中国人たくさんいるじゃないですか。やっぱり嬉しくて。で、日本館って実はですね、あ、僕行ってないんですよ、実は。日本館っていうの聞いたんですけど、他のパビリオンに比べて列が長いんですよ、待ち行列が。つまり人気があったっていう。で、あんまりマスコミに言わないですよね。はい、不思議。で、次ちょっと。これこれ、タカラトミーっていうおもちゃ屋があって、今年のですね、夏、おもちゃショーっていうのはビッグサイトであるんですけど、それにこうなんか出してくれないかって言われて、作ったやつがこれなんですけど、これはお湯を入れると、実はですね、首を振りながら顔が赤くなっていくんですよ。で、これ一番ひどいのが、これうちで作ってるんですけど、アスキーコピーライトが書いてあって、あそこ見えますよね、撮影禁止してるんですけど、でこれウェブに貼ってあったんですよ。で、これ面白いなと思って、なんでこれ僕の作品なのに、ウェブにもうアスキーに堂々と載ってるんですよ。なんか おもちゃショーで面白かったって書いてあって、で、コピーライトしてあって、あれ撮影禁止って書いてあって、何なんだろうみたいな。はい、ちょうど時間になりましたんで、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。